こんにちは、メルルーサ丸岡です。今日は長野県の塩尻市でコーヒーのイベントが開かれるみたいなんです。あまりガジェットとは関係ないんですけど、私コーヒーも好きでですね、ちょっと遠いんですけれども今から行ってこようと思います。購入してからちょうど1ヶ月経ったこの iPhone 15 Pro で撮影してみようかなと思っております。まあ、素人が使ってもこのぐらいにはできるんだよというところでですね、楽しんでいただければかなと思います。今回は iPhone 15 Pro から初めて搭載された ProRes Log というモードで撮っていこうと思います。 Log っていうのはですね、色を薄く撮って後から色を乗っけますよっていう、私が普段ね撮影で使っているような一眼カメラなんかに入っているモードなんですけれども、自分の好きなように色がいじれるようになったりだとか、色の情報をたくさん残せておけるので、普通の撮影モードだったら白飛びとかしちゃうところをちょっとうまいこといなせるっていうか、扱いやすくなるっていう、幅広く撮影できますよっていうモードなんですね。 PC なんかで後処理することが前提の形式になってきます。ファーストレビューでは私が素人なりにですね、カラーの調整をしたものをねお見せしたんですけれども、その後ですね、 Apple から純正のカラープリセットみたいなものが発表されまして、今回は改めて ProRes Log に Apple の純正のカラーを当てた状態、そんな形式で長野県のねコーヒーのイベントまで行ってきました。でそんな ProRes Log 形式の撮影なんですけれども、 iPhone の純正カメラアプリで撮ると本当にめちゃめちゃ重たいファイルサイズのものしか対応しないんですよ。私の iPhone 256GB なんですけど、普通に使っていると残り30分ぐらいしか撮れないような形式になってしまって、それだとさすがにきついので、今回は iPhone と並ぶぐらいの主役をね2人用意しています。1つが撮影アプリブラックマジックカメラですね。でもう1つが小さな SSD を購入しました。まずはアプリの紹介なんですけれども、ブラックマジックカメラというアプリですね。こちらのアイコンなんですけれども、私はですねアクションボタンにこのアプリを割り当てていて、長押しすると即起動という感じで使っています。でこれを使うことによってですね、 AppleProRes 422LT っていう、 LT っておそらくライトのことだと思うんですけれども、普通に iPhone で撮影するよりもかなり軽い形式の ProRes を撮ることができるんですね。それからこのアプリでは RAD という項目があって、今ね Apple ProRes なんたらかんたらっていうものが入っていますけど、これ通常は後処理で乗っけるもの、 PC 上で乗っけるものなんですけれども、その色を撮影時にも表示させてあげることができるんですよ。今ねオンになってますけど、これオフにしてあげると、はい、こんな感じで薄い絵が出てますよね。これがログモードなんですけれども、ここから PC で後から色をつけていくっていうスタイルになるんですが、ブラックマジックカメラを使うとこのディスプレイラットをオンにしてあげて、後から編集されてこうなるであろう状態をディスプレイ上で再現してくれるんですよね。ファイル形式も軽く撮ることができて、こんな感じで色も表示しながら撮ることができるので、初心者でもねすごくログ撮影のしやすいアプリになってるんじゃないかなと思います。このアプリは無料ですし、 iPhone 14 シリーズとかね iPhone 15 の無印モデルでもログ撮影には対応していないんですが、入れることができるので、 iPhone とかでも自分で明るさとかね調整して撮りたいんだよなっていう人は、こちらね試してみるといいんじゃないかなと思います。はい、iPhone とブラックマジックカメラに続く主役がですね、こちらなんですよ。これがなんと 1TB の SSD なんですよね。iPhone 15 Pro と並べてもこれですからね、相当小さいですよね。Amazon のプライム感謝祭でですね、3000円ぐらい値引きされていたので、私こちら購入してみました。容量が 1TB で転送速度が MAX 10GBPS ということで、iPhone の USB Type-C 端子の MAX の速度を出すことができますし、今 SSD めちゃめちゃ安いですけど、こんなにコンパクトで 1TB で 10GBPS 出るものが1万円台で購入できてしまうんですよね。ものすごいですよね。でこのロジテックの SSD なんですけれども、それだけじゃなくて、なんとですね Mac の中に他の OS をインストールして使うことのできるパラレルズデスクトップの1年間ライセンスもついてくるんですよね。年間プランと 1TB の SSD がセットになったこちらが 14,000円ということで、実質4,000円ぐらいなんですよね。この SSD めちゃめちゃお得じゃないですか。ということでこの SSD の存在をした時からかなり購入は迷っていたんですけれども、アプリがついてくるならいいだろう
ということで購入しました。結果としては大正解で、この手の小さい SSD って放熱がうまくいかなくて、長時間作業していると熱で止まってしまったりだとか、 iPhone で録画している最中に止まってしまったりだとか、そういったことがあるんですけど、これに関しては外で使っていても止まることはなかったですし、室内で、まあ、10月なので若干室温は低いんですけど、ブラックマジックカメラで差しっぱなしで 4K30p プロレズを回していたんですが、3時間ぐらい撮れましたっていうか、3時間ぐらいで私がね止めてしまったんですけど、熱で止まるっていうこともとりあえずはなかったです。もし iPhone 用の SSD ね、ちょっと早くていいやつ探している方がいらっしゃれば、セール中じゃなくてもパラレルズデスクトップは多分ついてくる仕様のものがあると思うので、 Mac に他の OS を入れるがてら購入するのもいいんじゃないかなと思います。ただ1点だけね問題があって、スマートフォン用に作られた SSD ではないので、この部分ですね、 SSD の端子部分っていうのがすごく幅広なんですよ。なので通常のこういった分厚めのスマホケースで Type-C 端子に挿そうとしても刺さってくれないんですよね、奥まで。ということで私は今回ピタカさんから以前提供していただいたこちらのマグイージーケースですね、こちらを今回の iPhone 15 Pro のメインのケースとすることにしました。マグイージーケースはちょっとねガードっていう面では他のケースに劣ってしまうんですけれども、端子部分ががっぱりと開いているんですよね。なのでこの SSD のようにスマートフォン前提ではない端子であってもしっかりと刺さってくれるんですね。はい、こんな感じでこちらの SSD を挿して使いました。まあ、ケーブルが伸びているタイプの SSD の方が後ろにしまい込めたりはするんですけれども、まあ、一番コンパクトという意味ではこちらおすすめですね。イベントスペースはかなりにぎわっているんですけど、こういう広場的なところもあって過ごしやすいです。今回ですね、私 iPhone にもう一つ新たな試みをしていまして、それがこのお尻の部分ですね。ちょっと透明で見づらいかもしれないですけれども、 iPhone をね首から下げるためのストラップというのを、これを初めてつけてみました。これをこんな感じでカチャンとナスカンをつけてあげることで首から下げるストラップの出来上がりという構造ですね。最近ねスマートフォンも大きくなってきて首から下げるっていう人もかなり多いと思うんですが、私初挑戦でした。でやっぱり iPhone 15 Pro に関しては、今回はね Vlog を撮るっていう目的があったので、いちいちポケットの中とかねカバンの中にしまうのが億劫だったんですよね。そういう状況で首からぶら下げておけるというのはかなり便利に使うことができました。最近は iPhone 15 Pro と Pixel 8の2台持ちなんですけれども、ポケットの中に2台入ってるとさすがに邪魔ですし、片方を首から下げておくっていう選択はすごくありだなというふうに感じてますね。こんな感じの首掛けストラップなんですけど、私が購入したものはですね、この接続部分っていうのが金属同士なので、撮影しながらねカチャカチャ音が鳴ってしまうんですよ。それがカメラのマイクに入ってしまうとちょっと厄介だなということで、この見えますかね、このネジネジをがんじがらめにしてカチャ音を少しでも低減させようとしています。はい、それから前回の Vlog でも紹介した自撮り棒ですね、こちらも一応持っていったんですけれども、まああまり使わなかったかなという感じです。ピタカのケースはマグネットがそんなに強くないんですね。決して弱いわけではないんですけど、このウランジの ST28 っていうものに取り付けて、これをね振り回して歩くにはちょっと怖いかなっていうぐらいのギリギリの磁力なんですよね。一応カバンに忍ばせては置いたんですけれども、ほぼ使わなかったかなっていったところですね。あとは撮影と直接は関係ないんですけれども、おなじみのファーウェイアイウェア、私がつけているメガネも持っていきました。今回自分で運転して塩尻市まで行ったんですけれども、高速道路を使っても2時間半とかぐらいかかるんですよ。このメガネはスマートグラスといって、ここにねスピーカーが内蔵されているんですよ。うちにはミニバンが1台と軽自動車が1台あるんですけれども、今日はこっちの車だからこっちのオーディオにスマホをつないでっていうのが結構めんどくさいんですけど、このアイウェアなら常に私の Pixel 8と今はつながっている状態なので、どっちの車を使ってもスムーズに自分の耳の近くでね音楽とかナビの音声を聞くことができますし、車社会的にすごく嬉しいのがこのサングラスアタッチメントがついているところですね。これがあるおかげで耳元のナビとか音楽を止めることなくすぐにサングラスにできるっていうのもポイント高いですよね。メガネユーザーの方はねぜひ作ってみてください。そろそろ新型が出るみたいな噂もありますね。でおなじみの&GO ですね、こちら私監修のモデルの試作品になるんですけれども、この中にモバイルバッテリーと
それから今回はね、割と暗いシーンも多かったので使わなかったんですけど、 iPhone のカメラのレンズに明るすぎる時とかにつけるカメラ用のサングラス ND フィルターって言うんですけど、こんな感じで iPhone に取り付けてあげてめちゃめちゃ明るすぎる状態でもちゃんと撮影できますよっていう道具なんですけど、今回はそんなにカンカン照りでもなかったのでこちらは使わなかったです。コーヒー YouTuber の西田備長炭さんです。今日私はこのイベントに会いに来ました。皆さんご存知の方もいらっしゃいますか？コーヒーを好きな方は一人もいない。すごく面白くコーヒーを初心者でも楽しく楽しめるチャンネルをやっていらっしゃいますので、概要欄に貼っておきますので絶対登録してください。よろしくお願いします。一番見やすいかと思います。暇つぶしになると、もう本当に面白いですよ。備長炭さん、今お使いの iPhone、 はいはい、新しい iPhone15 ですか？そうです。15ですね。おプロじゃなくて、普通の15です ね、 ですね。この今撮ってるのが iPhone15 プロなんですけれども。あ、マジですか？はい、iPhone15 無印をお使いということで、選んだ理由なんか教えていただけると嬉しいです。僕12を使ってたんですよ。12ミニを使ってて、小さいのが好きだったんですよ、ずっと。あ、わかります、わかります。そうですけど、バッテリーがやっぱあれ短めなんですよね。12ミニは本当短いです。そうなんですよ。そろそろ最新のにしてみようかなと。あ、一応商売道具というか。あ、そうですよね。僕もこれで撮影してるんで。あ、もうすべて iPhone ですか、撮影？今までずっとそうです。最初から一番最初 SE から始めました。 SE で撮ったんですね、最初。一番最初、そう、最新の iPhone にしたことが僕なかったんで。あ、そうなんですね。で、この際、はい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 、一番新しいやつにしてみようかなっていうので、おお、15で。なんかプロまでは、なんかカメラの性能、僕そこまで使わないかな。15を使ってみて、いかがですか？いや、めちゃくちゃいいです、ね。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいですね。まあ、大きさはちょっとでかくなっちゃったんですけど、ちょっと大きかったんで、かけるようにして。ああ、同じく。ああ、そうですね。かけてます。めっちゃ便利です。首からかけるスタイルが、最近流行りですよね。というわけで、備長炭さんにコーヒーを入れていただきます。ありがとうございます。ああ、ぴったりですね。さすがですね。チャンネルをご覧の方、ご存知でない方もいると思うんですけど、一般のエンドユーザー、プロじゃないですか。一般のエンドユーザーという立場でやらせていただいてますので。iPhone15 ということですね。そういうことですね。ありがとうございます。西田備長炭さんでした。ありがとうございます。コーヒーのイベントが5時になって終わったので帰ろうと思います。いろんなお店のコーヒーを楽しめて5軒ぐらいですかね、コーヒーを代わる代わる楽しめましたし、大ファンの西田備長炭さんとも初めてお会いできました。急なお願いにもかかわらず iPhone15 の感想も言ってくださって、最高の1日でございました。はい、ということで今回長野県のコーヒーイベントに私が行った理由としては、もちろんコーヒーがね好きっていうところもあるんですけれども、一番の理由はコーヒー YouTuber の西田備長炭さんにお会いできるということで、全然知り合いとかではないんですけれども、有名人に会いに行くミーハー心で行ってきたんですね。でなんですけど iPhone15 をお使いということで感想までいただいてしまうという、本当に対応ありがとうございましたという感じなんですが、他のお店のコーヒーも私あまり味を語れるようなレベルではないんですけど、本当にどれも2時間半かけて行ってよかったなという、美味しいコーヒーばかりで大満足という感じでした。それとそうですね、 iPhone 本体を使っていて気になった部分で言うと、外部 SSD を今回つないで使っていたんですけれども、まあ、当然といえば当然なんですけど、私盲点だったのが、外部 SSD をつないでいるっていうことはこの SSD への給電が必要なんですよ。 iPhone 本体のバッテリーを使って SSD の電力を賄わなければいけないので、ちょっとね動画を回しているにしても割とバッテリーの持ちは心もとなかったかなと思いますね。普通に使っていてバッテリー持ちが悪く感じたことはほぼなくて、さすが iPhone だなというふうに思っていたんですが、 SSD をつないでさらに 4K 動画を撮り続けていて、撮り終わった段階では残り 30% とかですねなってしまっていたので、私の場合は別途ピクセルを持って行ってたし、充電器とかも車に置いてあるので全然大丈夫だったんですけど、撮影から普通の連絡手段から SNS から全てをこの iPhone15 Pro で使おうとすると、モバイルバッテリーは必須になってくるのかなといったところでしたね。多分ね、待機中も刺さってるだけで電力が取られてる気がするんですよ、そのぐらい結構バッテリーの減りには影響したかなといったところでした。はい、続いてこちらのブラックマジックカメラのアプリに関してなんですけれども、このアプリはねやっぱりよくできていて、ほぼほぼ純正カメラのように使うことができますし、結構嬉しいのが iPhone の純正カメラってプロレズモードでしか外部収録できないんですよ。普通のカメラの 4K 動画とかを直接この SSD に入れることってできなくて、一回内部ストレージに保存してからこっちに移動するっていう感じになるんですけど、ブラックマジックカメラだったらどんな形式でも直接 SSD に入れることができるんですよね。はい、そんなところでですね、ブラックマジックカメラですね、かなりお役立ちアプリだったんですけど、ちょ
ちょっとね癖というか引っかかる部分もあって、一番ちょっと iPhone 使いとしては慣れないのが手ブレ補正の表示の仕方ですね。撮ってる最中にこの画面のプレビューでも手ブレ補正ががっつり効いてくれるんですよ。それはいいんですけれども、その代償というかですね、その代わりに撮影している自分が見ている世界とカメラの中の撮影中の世界っていうのにラグがあるんですよね。おそらく iPhone は撮っている状態ではできるだけ現実と近いスピードで表示してくれて、保存した後に手ブレ補正の処理をかけているんですけど、ブラックマジックカメラの場合は同時にやってしまうので、YouTube みたいにどこかに置いてはいどうもって喋る感じだったら全然 OK だと思うんですけれども、遅いなっていう感覚はかなりありました。はい、というわけで帰ります。 Vlog はこのぐらいですかね。あとは暗くなってしまうとね、さすがの iPhone もどうなんだろうっていう感じなので、さっきね西田さんが喋っていた時もインカメだったんですけれども、若干ね手ぶれのガタガタ感が出ていましたよね。はい、というわけでこのチャンネルでは Vlog はあまり撮らないですが Apple 製品の話をしておりますので、よければ他の動画もご覧になってみてください。今回の動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。